さて、それでは新現役選手が発表されたということで、順番に考察動画を見ていきたいと思います。すごい選手が出てます。で、ボックスも150個、まあ、今までだとノーマルの150個、150ジュエルですね。で、あんまり値打ちなかったんですけど、今回見ていくと、なんかちょっと価値観変わるというか、ノーマル SS って思ってる以上に弱かったんですよね、今まではね。たまに1チームに1人ぐらい当たりの選手はいたんですけど、今回のノーマル SS は、まあ限定としても、たまに外れが多い限定回はあるので、今回ノーマルでこの能力ですね、すべて VS のスキルが発動すると。で、外野で肩も A を超えているので、レーザービームかな？もう出るし、すごいですね。柳田は、でも柳田でもここまでの評価がノーマルで出るっていうのは、すごいなと思います。で、まだね、アビリティが絡んでくるということで、最終イニング同点ビハインドで長打左右30アップ。あまり関係はなさそうですね。まあ、すでに A で出てるので、まあ、ソウル負けはさすがにそろそろ意識はしてもいいのかなとは思うんですけども、シーズン切り替わりがね、近づいてくると。それでもまあ、ノーマルでこの能力っていうのは、ちょっと凄まじい。ちょっとないですよね。限定でもここまであればもう十分欲しいっていうところなので。で、今回はそういう選手がたくさんいるかなと思います。中野、阪神の中野は、まあやっぱり下位打線ですね。1、2番に使うにも、ちょっと強打が一つ足りないところかなとは思うんですけど、ただまあ走塁がしっかりと、A あって、これだからアビリティはめたら、S まで行くのかな？走塁職人をはめて、それを一番最上級まで育てれば、走塁 S まで持っていけるし、まあ、こう、阪神自球団の僕からしたら欲しい。もうその、1、2番にはめてもいいかなって。あ、そっか。ごめんなさい。自球団だとも全然1、2番でもいいし、面白い能力かなと思います。A 判定をノーマルでもらえてるのは大きいですね。ノーマルってなかなか A が少なかったりするので。で、こちら、則本。これも凄まじいです。ロッテの中継ぎの小野を今使ってて、結構ね、前回ラジオ配信、ラジオじゃない、ライブ配信の時かな、その前コメント欄でかな、小野は結構いいですよ、みたいな教えてもらったことあったんですけど、なんかよく似た感じで、スラーブがあって、で、まあ、カットボールのとこがスライダーなのかな？で、スプリット、ここはフォークチェンジアップですけど、スプリットの裏にチェンジアップがあって、で、まあ、スラーブの裏にナックルカーブがあってということで、小野が評判いいんですけど、まあ、それよりも、上位互換というか、ちょっとね、球種も多いし、で、158で、制球もこれ、ここはどうなのか、奪三振で絡んでくるかな。奪三振で、決め球の時、制球30アップなので、制球力も A になると。だからまあ、ピンチで抑える魔球が、カットボールアップか、ピンチで。カットボールが B になってくると。本当はここスライダー欲しいですね。スライダーでしっかり逃げれる球が欲しいなとは思うんですけど、引っ掛けられる可能性があるので、カットだと。でも、158キロ制球 A に持っていけるのであれば、かなり大きいかなと思います。僕だと、でもどうかな、ストレートが一番怖いですかね、この中でやとね。ストレートかな。ナックルカーブが、弱いナックルカーブっていうのがどういう位置づけで考えたらいいのかわかんないですけど、でも158待ってたら、チェンジアップきついし、チェンジアップ待ってたら158きついし、やっぱりストレートが大きな武器になってくるかなとは思うんですが、やっぱりネックはスタミナかな。先発の B は崩せる可能性があるので、できるだけまあ振らずに。で、スラーブとか、ちょっと緩い変化待ちで待ってたら、ミート打ちでやったら、もしかしたら捉えれるのかなと。ストレートはこれ以上上がらないかなっていうところはあるんですけど、まあノーマルですからね。ノーマルで158キロあって、こんだけの変化量と制球力とあれば、もう十分にすごいかなと思います。則本。これ珍しいですね。通常回でこれだけのね。ビシエドがちょっと評価が低いです。僕、ビシエドって強打のイメージだったんですけど、対左長打力があって、ただ高打力がないと。で、対右の方もアビリティはめれば逆境打撃職には両方つくんかな。
ビハインド、コーダ、左右アップ。負けてるか同点で、コーダ力はどちらも A と B になるのかな。になって、クラッチヒッター、ランナー二塁とチャンスで、長打力が、長打力は全く関係ないですね。上げるとしたらもう高打力のみになるかなと思うんですけど、まあ、守備ではめるにしては、肩 A 持ってるんで、一応、スタメンにははめれるのかな。ただ、クリーンアップに置くにしては、高打力が少し足りないので、下位打線とか、代打とかになってくるのかなと思います、ビシエド。まあ、あえて育てるほどの能力ではないのかなと、ウィーラーがいたりとか、マルテがいたりとかしたら、あと誰がいたかな、レアードとか、それぞれ誰か代打職人がいれば、それでいいのかなと。ちょっとこれだと、全部のオーダースキルは発動しないかなと思います。で、マーティン、こちらも、なんとかコーダーをね、つけてほしいなと思うところなんですけど、たま足速いですね。で、肩も A やし、守備で、反応 D ってどうなるんかな、守備の反応 D っていうのは。ここがちょっと見えないですけど、あんま好みではない、どっちかな。長打力はあるから、面白いですけど、長打力もあって、走力もあって、肩もあるのか。だからまあ、ライト版ウィーラーみたいな感じかな。でもまあ、ウィーラー長打力ない時ありますからね。どっちか。対左の時かどっちかでね、落ちるから、そういう意味では、遠くに飛ばせて、足も速い。出塁する力もあるし、長打力もあるしっていう風に捉えたら、まあ、でもちょっと精度反応補給が低いので、まあ、はめてもいいし、スタメンに、まあ、代打で、ここぞという場面で出してきてもいいのかなっていう感じですかね。まあ、DH でもいいしね。まあ、高打力がもう少し僕は苦手なんで、ミート打ちするから、その C とかだとなかなか当てれないところもあるので、まあ、ちょっと面白い能力ではあるのかなとは思います。さあ、こちら、153キロ制球。ここがね、ちょっと気になってて、制球 C がギリギリ C なんで、もうソウル負けはそろそろね、やっぱ限定持ってる野手、限定野手持ってる人たちはたくさんいるので、自球団でなければソウル負けっていうのは必ず起きてくるもので、だから打者誰かに対しては制球力が D まで落ちると。で、制球力 D だと、やっぱりスライダーの投げ分け、出し入れですね。ボールになるんかストライクになるんかみたいな、際どいところに投げれなくて、はっきりストライクか、はっきりボールのスライダーになってしまったりするから、ちょっと投げにくさはあるのかなと。第2球種も1球種だけ、まあ、フォークチェンジアップの差かな。僕はやっぱもう制球がしんどいですね。制球力がもうこの下いっぱい、C の下いっぱいのピッチャーを使うんやったらもう158ぐらいないと厳しいのかなと思うんですけどね。球種は面白いんですけど、スライダーシュート、カーブ、フォーク、チェンジアップっていろんな球種があるけど、まあ、ただスピード系の球種がシュートがちょっと速いかなぐらいかな。全体的にはちょっと、こうね、早めに構えとかなければっていうのが少ないのかなと思うので、コース見てから打てなくはないし、まあ、スライダーシュートあるから、ここ上手い人はね、スライダーシュートがあれば全然抑え込めるとは思うんですけど、僕はあんま得意じゃないかなっていう感じがします。まあ、使わはった人の感想がまた違うかもしれないですけどね。さあ、ということで今回は、あ、こんなに違うやん、 S の柳田ってSS と全然違うやん。へぇー。今回やっぱり面白い能力は、まあまあやっぱ、柳田ですよね。柳田は超えることはないやろな。やっぱこれが凄まじい当たりですね。もう、このノーマルやからね。まあ、チャレンジ、150ジュエルでね、するって道もあるだろうし、新現役選手確定が何回目なのかな？ボックス確定、バック確定。出るかな？ 1 ボックス目。SS レア確定、新現役選手1枚入り限定パック。あ、2ボックス目で確定。わかりにくいな。2ボックス目が、
確定っぽいですね。誰出るかな、予想としては。ビシエドかな。ビシエドが多いかもしれないですね。まあもう課金なんてしないよ。どっかのタイミングでって思いますよ。思うんですけども、もう本当に枯れましたね。まあ500ジュエル今溜まってるし、ちょっといい確実にね、限定取れるタイミングがあったら、つぎ込んでみたいなとも思うけども、レートは下がっていってるし、ぼちぼちとね、やれたらなと思っております。ということで、今回は新現役選手の考察、それから、明日、この動画投稿の翌日ですね、2月26日土曜日の夜23時から、ライブ配信をやろうと思っています。まあ、特にこれということも何もないんですが、なんとなくバーサスの雑談できる場にできたらなと思ってるので、皆さん気に、来ていただけたらなと、お時間があれば思っております。ではでは、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。アトリエ造形の王様ではたくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、個展の様子など人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて、忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいものを。